目には目を、歯には歯をという言葉について、やられたらやり返すというのは間違った解釈でしょうか。負の連鎖を招くような間違った教えがこうも長年にわたって残るものだろうかと感じ、この言葉の本来の意味は違うような気がしました。まあ歴史的なことはよくわからないけど、ハムラビ法典などでこういったものが引用されているということで、非常に単純にですね、何かの被害をなした加害者に対してそれと同じ被害を加えろっていう考え方ですね。まあ有名なのはそういうこと で、その考え方を戒めたのが、まあ、イエスの三条のなんとかっていうのがありましたね。それダメってで、ブッダも同じように憎しみは憎しみによっては終わらない、愛によってのみ終わるとね。まあそうしてこう聖人君子のことはね、左頬をぶたれたら左頬をぶてじゃなくて、左頬をぶたれたら右頬を出せと言って復讐、これを禁じてるわけであります。憎しみは憎しみによっては終わらない、愛によってのみ終わると言って、そういった復讐の論理をその否定してるわけですね。だからこれは非常に何て言うかな、現象的な問題で、で今日に残る問題としては司法制度の問題ですね。犯罪をなしてその加害者と被害者がいる場合に、どんなふうに対応すべきかと。で基本的に処罰というのは何なのか。で処罰というのは基本的にはこの目には目を、歯には歯という側面が全くないとは言えないわけです。いやいや、処罰というのは制度としてあると。じゃあその処罰っていうのはどういうものとしてやるのかっていう解釈がいくつかあって、一つ目はその非常に単純な、この目には目を、歯には歯、つまり復讐ですね、なしは応報ですね、そういったもの。それは何でやるのかっていうよりも、その人間の本能的なその何ていうか絶対的なもんであって、目的はそれ自体と、やられたんだったらやり返すと、やり返す目的は何ですか、いやそれ自体、というまあことですかね。まあ感情的にはその被害というのは自分が何か失ったっていう気持ちで、ありますね。で同じだけのことをその相手に加えて、で何て言うのかな、その自分だけが傷ついたという状態、これを癒そうとしてるわけですから、つまり一つのコンプレックスですね。自分は何も悪いことをしていないのに、加害者や他の人に比べてそう不当な損失を被ったと。ならばその加害者をはじめとする他の人も同じレベルに落ちれば、自分が劣ってるっていう状態ではなくなるってこと。被害者というのはそういった意味ではコンプレックスですね。その自分が他に比べて劣った存在、恵まれない存在になってしまったんだっていう気持ちがあると思います。だから単純に例えば暴力を振られたと言っても、それは体の傷で、それが治っても心の傷っていうのが治ってないんだと思います。自分が他人よりも恵まれない、他人よりも貶められた存在になったと、そういった心の傷に関しては、それを要するに取り戻すために相手も貶めてやるということですね。しかしじゃあなんでそれはいけないんだってなると、まあいろいろありますけど、目には目を、歯には歯とだと、その復讐の連鎖が起こってしまうという問題、これがありました。まあ明治時代ですね、その仇討ちが禁止されたわけです。その日本人はどちらかというと、仇討ちという視点では目には目を、歯には歯を、これを賛美するんですね。親が殺されたと、親の仇だと、そして息子が勇気を持ってで仇討ちを果たしたと、素晴らしいと、主君、これが何て言うんですかね、恥辱を受けて、でも時の流れで逆に罰せられたと、その主君を陥れた憎き吉良上野介すべて全て討ち取ったり、大石内蔵之助ら赤穂浪士
素晴らしい、これ喜ばね、人殺されて喜んでるんです。でもその復讐の連鎖になるじゃないですか。そうすると、そうするとですね、良くないから復讐はするなと、仇討ちはダメと、政府が代わりに仇を取る、司法制度でってなっちゃったんですね。だから日本の司法制度にはそういった復讐応報の感情、これを満たすっていうのがもともと埋め込まれてるわけであります。それだからそうしたんでしょっていうふうになってますよね。そうするとですね、この処罰の目的というのが復讐というのが含まれるということになります。まあ、これはその被害者感情ですね、ということです。ただ司法制度にはもうちょっとその理性的な目的っていうのがその主張されて、それは教育刑ってことですね。罰することによってその人の再発を防止するんであるという考え方ですか。逮捕してですね、受刑させて、でいろいろとやることになって、それによって何ていうか二度とそういうことはしないように持っていくんだと。また一般的な教育っていう理論もあります。それは要するにそれ見せしめですね。そういう悪いことをした人はこういうふうに罰することによって、その他の人が同じようなことをしなくて済むようになると。まあすなわちその人本人の再発防止と、それから他の人が真似ることの防止、そういう目的のために、すなわち悪いこと、加害行為を減らすために、そのために処罰があるんだっていうことを。これがでもそもそも死刑っていうのはどういうんだと。いや、死刑の場合は本人の再発防止の意味はないんですね。殺しちゃうわけですから。本人を殺せば再発防止になります。そういった意味で再発防止にはなるけど、教育という言葉にある更生ですね、二度とそういう人にならないようにするという効果はありません。二度と人を殺さないという効果は殺してしまうわけだからあります。そして他人に対してはどうか、要するに死刑があった方が悪い犯罪をする人が減るのかどうか、死刑の代わりに終身刑ではダメなのかっていうのはよく議論があります。死刑という命を奪うという恐怖、これを設定することによって思いとどまる人がいるのかいないのかってことを統計的に争うわけですね。そうするとですね、あんまり明確にですね、死刑じゃなくて終身刑だとその凶悪犯罪が増えたとか、その死刑があるからその凶悪犯罪を寸で思いとどまったって事例が科学的統計的な研究調査で証明できるかというと証明できないわけですよ、なかなか。だからなかなか問題出てくるということであります。だから現代ハムラビ法典というように、その司法制度に関係する目には目や歯には歯、その加害者に対してどのぐらいの処罰行為を行うかっていうのはまだまだずっと続いている議論ですね。だからこれもですね、その人類の精神的次元が上がっていかないとなかなかうまくいかないと思います。復讐をしたら復讐されるだろうという考え方では多分今ないと思うんですね。そいつ死刑にしちゃえばもう復讐されることもないし、ないそいつに信者がいたらやばいんじゃないかと、そういうのはオウム真理教の時もあったかもしれません。ただこうなってくるとそれはもう価値観の問題っていうか、よりその高次元の視点なんだと思います。ブッダが言ったように、憎しみによっては終わらない、愛によってのみ終わるというのは、そういった復讐の連鎖、これを止めようということだけではなくて、憎しみではなく、その憎しみを超えた方が、愛によって憎しみを超えた方が、憎しみを抱いているあなた自身、復讐する立場に対する、あるあなた自身にとっていいですよっていう考え方。憎しみの感情からの解放があなた自身の心身を安らかにする、幸福にするんだってことだと思うんですね。だから簡単に言うと、自分が傷つけられて自分が貶められたと、これは相手を貶めないと解消しないっていうことなんですけど、つまり自分が損失を被ったっていう意識ですよね。だからここのところをどういうふうに考えるか、でも損失を被ったかもしれないけど、これで相手に憎しみによって復讐すれば、あなたの心身は実はさらなる損失、それを被って、であなたの人間関係は復讐した人からの復讐が返ってくるんだと、自分も他人も悪くなるんだと、
というような方向での認識だと思いますね。で、内者、その生じたその苦しみから、それが損失ではなくて何かその人のですね、その成長につながるようなものというふうに再解釈ができれば、それは被害者ではあるんだけど、その被害から新たな宝を生み出したという展開にもできるかもしれません。まあこうして利他の精神、憎しみの放棄は、それは情けは人のためならずという視点、それからもう一つは自分の受ける損失、苦しみはその先に裏に自分の精神的な成長という恩恵があるという視点、こういった高度な心理的な思想ですね、仏教、これがなす利他の実践と苦しみを喜びに変える実践がその人の真の幸福だと、まあそういったような視点が出てこないとなかなか乗り越えられないのが復讐の感情だと思います。で、仏教では他の苦楽を分かち合い、そして苦しみを喜びに変えて乗り越えて、好きな人、嫌いの人の区別を超えて万人を愛するという、復讐は愚か、好き嫌いの感情さえも超えた完全な愛、万物への愛、これを心無量心大慈悲として仏の心と位置づけ、それを目指すのが仏道修行だという思想、これがありますが、そういう視点ですね、憎まないこと、復讐しないこと、そして逆に他に尽くすこと、これが自分のためになるんだという知恵っていうんですか、利他、そして忍耐、これが自分の幸福になるんだ、利他、そして許し、これが自分の幸福になるということだと思います。で、これは我々の日常の言葉ではなかなか許せないという言葉に表れていると、許せないっていうのは許すことができないっていうことですから、どっかで許したいのかもしれません。許すことができれば一番いいのかもしれません。しかし憎しみの感情から自分を解放できずに許すことができない、だから許せないって言葉を使うんであって、許したくないと言わないということがあるのかもしれません。憎んでるとその人自身がその奥能で苦しいですからね、そういうことを自覚し始めるとだん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 そうなるのかもしれません。何か苦しいことがあってからずっとそれで憎んでて、で5年10年15年経ってもうそろそろいいかという、こういうことはあるかもしれません。今戦争をウクライナとロシアでやってますが、戦争っていうのはだんだん、最初はウクライナの人はロシアに対する憎しみ、復讐の感情いっぱいだと思います。しかしそのうちずっとやってるとですね、まああっちがやってこっちがやって続いていくと、いわゆる遠征気分というのが出てくるんですね。もうこれ以上戦うのに疲れるという状態です。これは戦う、復讐するということもずっとやってると、自分たちにとってですね、その逆に苦しみ、不幸を招くっていうか、それに消耗してしまうと、そういったことが体験上分かっていく状況なんでしょうね。で、そういったことをですね、前もって分かった、そういった視点で生きるってことが、まあできるようになればいいんですが、今のところはやっぱりやられたらやり返し、やられたらやり返し、ずーっと戦い続けて、で双方が疲れてようやくそれに気づく、でしばらく平和で、それで何かまたあるとまた戦い続けてみたいな、これ人類の歴史です。徐々に徐々に人類が幸福というか、まあ簡単に言うと賢くなるときには、その他を利すること、苦しみ、これを乗り越えること、憎しみを手放すこと、これが自分自身のためになるというブッダの知恵、これに到達することになると思います。今日はまあちょっと仏教の思想にも関連する法則の話として、被害妄想や陰謀論と、それから憎しみと復讐ということになりましたが、まあこれは人類の長期的な課題だと思います。これを乗り越えることができれば人類は新しい時代を迎えるんだと思います。だから何て言うんですか、その方向性を目指していかないといけないんですが、しかし愛とは忍耐であるっていうふうに言うようにですね、何て言うんですかね、個々人の成長も、それから人類の集団的な成長も時間がかかるというのがあると思います。
だから長期間のですね地道な努力、これを覚悟しないといけません。でそうした形で延々と利他の実践、そして困難、これを忍耐する実践、これをなそうとする人生のあり方、これを仏教では菩薩道、菩薩道と言っています。すべての生き物がブッダの境地の悟りを得るまで延々と延々とこの苦楽のある世界に生まれ変わる、その童貞の苦しみを分かち合うという実践で、なんでそんなことをするのだっていうことに対し、いやそれこそがその利他の実践をする人にとって最も幸福な道だからだ。それは知恵と慈悲という最も重要なものが一つ一つこう強まっている、深まっていく道で、人格の完成、これに、結びつく道なんだと。自分一人が幸福で、あればいいっていうのは最高の知恵ではないし、そして自分だけの幸福を願うということは最高の幸福の状態にはならないんだと。そういう極めて賢い認識力、極めてなんていうかな、聡明な認識力を持って歩むことができるということです。よってこの菩薩道の慈悲と言われるものは知恵に支えられていて、知恵があると慈悲があって、知恵がないとわがままになるというのは仏教の基本的な考えですね。